設定上こちらのゴジラが15メーターで、こちらのゴジラが50メーターですので、まあサイズ比は全然合ってないんですけれども、まあ並べて飾るには同じぐらいのボリューム感と思っていいかな。結構こっちはしなやかにどんどん細くなっていってるけど、こっちのゴジラは結構太いまんま尻尾の先までいってる感じ。やっぱりエメゴジっぽいんだよね。さて今回遊んでいくのはムービーモンスターシリーズゴジラ2023です。というわけで本日はネタバレがっつりの動画になっておりますのでご注意くださいませ。こちらは今年公開の映画ゴジラマイナスワンに登場します本編で日本に上陸しましたゴジラの前身になった生物ゴジラのソフビフィギュアでございます。というわけで本日12月16日発売でございます。映画の序盤のシーンでね、もう初っ端から恐怖たっぷり我々に与えてくれたとんでも怪獣でございます。もう超怖かったよね。というわけで待望の発売でございます。早速見てまいりましょう。はい、というわけでゴジラ2023です。大豆島付近に生息すると言われております島民から伝説の生物とされていた巨大生物です。全長15メートル。普段は海底で暮らしていますが、陸地に上陸するときは島の周りに深海魚の死体が浮かび上がります。本編では大豆島に上陸していた日本の整備兵たちを襲撃していましたが、人間を食べるようなシーンはなく口で加えて放り投げてましたね。すげえ怖かったっすよね。過去シリーズのゴジラザウルスを思わせる生物ですが、見た目はエメゴジっぽいっすよね。恐竜っぽい姿勢がめちゃくちゃいいですよね。はい、というわけで全身見てまいりましょう。めちゃくちゃいい感じでございます。設定上全長15メートルということでしたが、まあ普段のムビモンとそんなには変わんないかな。まあでもなんか前傾姿勢のせいか気持ち小さく感じる、高さがないっていうイメージがあるかな。実際日本に上陸したこちらのねムビモンのゴジラ2023、こちらと並べますと長さ的にはほぼほぼ一緒ですけど、もう高さが全然違いますね。設定上こちらのゴジラが15メーターで、日本に上陸してる方のこちらのゴジラが50メーターですので、まあサイズ比は全然合ってないんですけれども、まあ並べて飾るには同じぐらいのボリューム感と思っていいかな。ちなみにさっきねテーブルで回してた時に気づいた人もいるかもしれないですけどね、これ左右の足、こっち側の足がねちょっと接地が悪いんだよな。これ僕のやつの個体差なのかな。でまあ繰り返しになりますけど、やっぱりエメゴジっぽいんだよね。98年に公開されましたハリウッド版のゴジラっぽい感じ。まあいろいろ言われておりますけど、エメゴジはエメゴジの良さが僕はあると思いますが、あんまねエメゴジって立体化に恵まれてないから、なんかこの形の前傾姿勢のゴジラのフィギュアが手に入るってのはすげえ珍しい感じする。まあこれゴジラって言っていいのかわかんないけどね、やっぱりその後の50メーター級のゴジラとやっぱ全然違う感じするからね。では上から見ていきましょう。日本に上陸したゴジラと違いまして顔が相当大きいですよね。あっちのゴジラは小顔ですもんね。で首のこのね太さがやっぱ特徴的で、前傾姿勢なだけあって顔からなんか一直線にそのまんまボディラインに入っていく感じ。本編では夜のシーンでしたので、ここまでしっかりね顔の作りとか見れませんでしたけど、それでも大迫力あったのを覚えてる。なので体の色とかがこれが本編通りなのかっていうのはちょっとわかりにくいですけれども、ちなみにこちらのゴジラと比べると微妙に色が違うんだよね。なのでわざわざ色を変えてきてるっていうことは、こちらが本編準拠のカラーリングってことなのかな。太めの腕と太めの足、このあたりは日本に上陸したゴジラを思わせる感じ。やっぱりこの時点で片鱗はありますよね。体表も含めて非常に近しいものを感じます。ジャキジャキの背びれも健在でございます。でねここ見てもらいたいんですけどね、傷跡みたいなのがあるんですよね。これも本編再現ってことっすよね。すげえ細かい。反対側から見るとこんな感じでございます。まあ、整備兵の小さいフィギュアってなかなかゲットできないかもしれないですけど、100均とか行くとね、あの緑色の兵隊さんみたいなやつのフィギュアってたくさん売ってる時ありますので、それ周りに並べるとディスプレイとしてになるかもしれないですね。可動はいつも通りです。腕の回転と足の、おっとっと腕が当たっちゃうの、足の回転でございます。なんかトカゲ味があるな。やっぱりやっぱ恐竜臭いな今回これ。なのでちょっとね、まあ、この状態では立ちませんけれども、こうするとより恐竜味が増すね。改めてこのムビモンをゲットしてこの姿を見た後にゴジラマイナスワンのあの序盤のシーン見たらまた違うんだろうな。また見に行きたいですね。
日本に上陸した方のゴジラ、尻尾が結構うねってましたけど、こっちは直線っすもんね。まあそこまで長くないっていうことなんだろうな。この辺結構こだわり感じるよね。わざわざ違う形で尻尾も出てるんだし。結構こっちはしなやかにどんどん細くなっていってるけど、こっちのゴジラは結構太いまんま尻尾の先までいってる感じ。いやムビモはムビモの良さ全然あるんですけどね、やっぱこういうの見ちゃうと毛圧出てくんないかなってちょっと思っちゃいますよね。っていうかもう全然別件の話ですけどね、ネカですよ。ネカ出してよ。やっぱね、ネカのゴジラ好きだったからまたね、ネカでゴジラのフィギュア出すようになってくんないかなって思ったりしますけどね。まあ僕はいつまでも待ちますよ。エメゴジもそうだけど、まだネカでねフィギュア化してないゴジラたくさんありますからね。まあそんなこと願いつつでございます。まあというわけでこちらのムービーも非常におすすめでございますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。バランス定食。はい、というわけで今回はムービーモンスターシリーズゴジラ2023ご紹介いたしました。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。Wah wah 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 w